大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。9月22日日曜日午後6時を回りました。今日はね、秋分の日ということで、だいぶこの太陽の位置が変わってきたのか、先日すごい西日をこう食らったんですね、車を運転してる時に。で、西日を食らうと眩しいからこうバイザーかけるじゃないですか。で、こうね、バイザー越しにこう運転したんだけども、窓ガラスがね、汚い。その内側をね、この前こう自分でこうクリーナーみたいなので拭いたんですけども、拭いた跡が綺麗に残っててね、わ、汚いなと。ただあれ、西日が当たってないと分かんない。西日がない状況だと割と綺麗になってて、だけど西日が当たるとすごい汚くてですね、あれいつかちょっと西日が当たる状況で拭き直さなきゃなっていうね、そういうことを感じております。今日もニュース盛りだくさんです。早速参ります。まずはじめにですね、9月15日の日曜日ですね、この日、世界耐久選手権 WEC の第7戦富士6時間レースがございました。この大会、3日間でですね、6万5800人ということで、かなりの、ね、モーターファンがこう詰めかけて、にぎわった富士スピードウェイなんですけども、母国開催ということで、トヨタの、ね、ガズレーシングがこうやっぱ、ね、こう期待高まったんですけれどもだ、8号車平川組ですねが表彰台圏内だったんですけども、ドライブスルーペナルティですね、トップを走るポルシェの前にこうピットアウトした時に出てしまって、ポルシェに対して進路を譲らなきゃいけなかった青旗が出てたんだけども、それを見過ごしてしまったみたいな感じで、ポルシェを妨害してしまったって形になってしまい、ペナルティがありまして、 TGR が最高で10位ということで、7号車小林カムイ組は、一時は首位だったんだけども、接触してしまいましてリタイアということで、結構母国開催のトヨタとしては痛いねレースでございましたね。で、このレース、芸能人の方もなんか見に行った方とかで、結構こういう方も見に行くんだなっていうので、水木有沙さんですかね、フェラーリ 499P の前でね、写真撮られてるような、こういうね、投稿があったみたいですけども、トヨタじゃないんだと、ね、フェラーリの前で撮るんだみたいな感じでしたけど、そういった形でね、結構レースね、盛り上がってね、トヨタは残念でしたけども、モーターファンがね、盛り上がってよかったのかなというふうに思います。続きまして16日の月曜日です。東京海上日動火災保険ですね、来年の1月から、1時間単位で保険料を算出する自動車保険を販売しますということで、これライドシェアで、日本版ライドシェア用の、事業者向けの保険なんですけども、これまでだと、最低でも1日単位の、ね、自動車保険が中心だったんですけども、ライドシェアだと、1日で数時間とかね、それぐらいしか乗らないのに1日分の、ね、自動車保険取られるのはどうもなっていうところから生まれたものらしくて、今後ね、これ僕ら その消費者の方に降りてくるかは分かんないけど、まずはね、このライドシェア向けの事業者向けということで、タクシー業界、タクシー業者ですね、そちらの向けね、に販売される自動車保険のようです。続いて17日の火曜日です。シャープですね、おなじみ電機メーカーのシャープですけども、自社の技術展示会を都内で開きまして、 EV のコンセプトカーですね、模型なんだけどね、こちらを公開してますということで、写真がございます、こちらになっております。引用元ヤフーニュースですね。こちらは模型だからさ、いくらでも作れるんだけども、こちらの車が LDK プラスということで、その社長の興津さんなんかのコメントだと、社内を生活空間として捉え、シャープらしい価値を、ね、創出するんだということで、これシャープの親会社ホンハイもね、EV 出す出さないとか言ってますけども、そういった形で、まだ模型なので、こういう車なんだということで、その車っていうのはタイヤ、タイヤつけて箱になってれば動くかって言ったらそうじゃなくて、ここからサスペンションとか入ってさ、その乗り心地、ある程度の乗り心地は多分必要と思うので、そういったところを加味すると、大体デザインというのはこういう風にならなくなってくるんだよね。コンセプトからと、いくらでも模型なんかはいくらでもできますからというところで、ここからね、ボディの剛性を保ち、安全性を保ち、もう死ぬほど大変な試験をね、もう何万項目という試験項目をこなして世の中に出てくるので、そうそう甘くねえぞという風に僕は見てます。だから冷ややかな目でね、見ております。で、続きまして、トヨタ自動車のね、グループのサブスク手掛けてます、キントですね。こちら、大阪で中古車のサブスクを開始したということを発表しております。今回、中古車なんですけども、こちらは今までね、東京、愛知、長野で展開してたんですけども、今度から大阪でも行けますよと。で、この、中古車のこの原種というか、もともと新車のサブスクしてたものが帰ってきたものを中古車にしてるので、割とその出どころがしっかりしてる車だと。どこの馬の骨か分かんない車じゃなくて、ちゃんと自分たちが貸してた車が、帰ってきて中古車なので、割とその品質面もね、安心なのかなというところで、まずは大阪でね、また再びね、東京、愛知、長野、大阪ということで、札幌もね、いつかで、ね、金とかね、始まるのかなという感じはいたします。
メルセデス・ベンツグループですね、 BYD との中国合弁企業事業を解消したということを明らかにしました。まあ、こちらあまりうまくいかなかったんだね。もともとその合弁会社ではね、その高級 EV の開発とか生産なんかをしようっていうことで、ね、手掛けてたんですけども、まあ、提携は不調に終わりましたということで、まあ、2021年には出資率 50% からもうすでに 10% ぐらいまでね、こうベンツとしました引き下げてましたので、まあ、今回残りの 10% の株式も売却しまして、これでね合弁事業は解消になりますということで、まあ、BYD 側は良かったみたいだけどね、ベンツにとってはうまみがちょっとない不調に終わってしまったね合弁事業でございました。18日の水曜日です。財務省8月の貿易統計速報を発表しております。まず輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支ですね、こちら6952億円の赤字ということで、まあ赤字は2ヶ月連続ですよということなんだけども、まあ、半導体の輸出額は非常に良かったと。半導体はもうわーって出てったんだけども、車がねちょっとね伸びが悪かった。車は 9.9% 減ということなので、まあ、この日本国内において、まあね、一時はその車っていうのはいっぱい作っていっぱい輸出してたんだけども、ちょっと車がねだいぶね、減ってきてますよというところで、今はギリギリ半導体でなんとか持ってるねこう貿易統計だけども赤字ですよというね、そんな状況でございます。19日の火曜日です。資源エネルギー庁レギュラーガソリンの店頭価格全国平均17日時点を発表しております。今週のあのね、月曜日休みだったもんだから、敬老の日休みだったから、ちょっと1週ずれての木曜、1日ずれての木曜日発表なんだけども、前週比 0.1 円高いリッターあたり 174.6 円でございました。上昇は2週連続なんだけども、まあ、0.1 円ぐらいのもんだから、まあ、小刻みなんだけども、まあ、原油安がね、まあ、その補助金が減ってますよということなんだけども、まあ、本当は補助金がなかったら、24日時点では、184.3 円になりますということなので、まあまあ、補助金のおかげでね、この大体175円まで下がってますよと。で内訳を見ますと、値上がりが23都府県、横ばいが10道県、値下がりが14府県ということで、やっぱり値上がってるところの方が多いんですけども、まあ、これね、結構バラバラな、地域によってもバラバラなのでね、札幌で161円ぐらいですか、161.8 円とかそれぐらいなね、政府の給与価格でございます。欧州自動車工業会、8月の欧州主要31カ国の新車販売台数を発表しております。こちら、前年同期比 17% 減の75万5000台でしたということで、まあ、その横ばいだった7月から一転して減ってんで大きく落ち込んでますよということで、まあ、EV が 36% 減ですということと、あとは欧州だと最大市場がドイツですけど、ドイツの、ね、EV 販売が悪化してますということで 69% も減っちゃいましたということで、ね、ドイツはもうほぼほぼ7割、ね、EV の販売が減ったということなので、まあかなりねヨーロッパにおきましても EV の販売が低迷しておりますということで、色濃く出た結果でございます。9月20日の金曜日です。鈴木ですね、スペーシアギアを6年ぶりに全面改良して発売ということで、今回2代目になりますというわけなんだけども、写真がございます。このようになっております。引用元鈴木の四輪製品ニュースなんですけども、こういった車で、まあ、前のモデルから、まあ、とても評判が良かったということで、まあ、キープコンセプトなのかなっていうのと、まあ、フロントのねちょっとギラギラ感が増したのかなっていうところで、まあ、パッと見その一体どこが変わったんだとかちょっと分かんない方も多いかもしれませんし、僕も自信を持ってここは違うんだっていうのはね見比べなきゃ言えないですけども、まあ、グリルがちょっと違ったんだなってところと、あと口元がちょっと変わったのかなっていうとね、ほっぺのライトが変わったかなぐらいは分かるんですけども、まあ、こちらの車ですけども、価格が195万2500円から215万7100円ということで、まあ、先代から12から 13% 値上げをしておりますということで、まあ、販売目標が月間で2000台ぐらいということで、まあ、同じ先代と同じ水準ですよということで、まあ、こちらのね鈴木のねこの車2代目がね、スペーシャルギアデビューしております。続きましてトヨタプリウスですね、こちらですけども、プラグインハイブリッド車 PHV の方に新たなグレードですね、 G グレードを追加するということを発表しています。写真がございますけど、まあ、変わり映えのような写真ですけどもね、 G グレードが出ましたと、 PHV にですよということで、これまでハイブリッドには、ね、G グレードありましたけども、まあ、装備とかは、ね、同等グレードに置きまして、まあ、今までプラグインハイブリッド PHV は Z グレードしかなかったんだけども、 Z の下のグレードですね、 G も置きまして、価格が390万円というところで、まあ、若干お手頃なとこね、手頃な価格帯で、まあ、PHV も用意して、まあ、幅広い顧客の需要に応えましょうというところで、G のプラグインハイブリッドが出てまいりました。続いて日本自動車工業会ですね、10月15から18日に開かれますジャパンモビリティショービズウィーク2024、こちらの事前説明会を開いておりますということで、このイベント開催初になりますということで、
ぱその自動車メーカーとかスタートアップなんか200社ぐらいがねブース出展するので割とすごく大きくて、ただこれビジネス向けなわけ、まあこれまでのジャパンモビリティショーとの位置づけなんだけども、これあのその説明会でのスライドの、ね、一部が公開されてましたけど、こちらなんですけども、まあ、この左側の方が今回のジャパンモビリティショービズウィーク2024で、右側のショーケースイベントってとこがいわゆるジャパンモビリティショーの方なんだけども、その交互にね開催しますと、去年ジャパンモビリティショーだったから今年は初開催なんだけども、これビズウィークっていうのをやりますよというところで、まあターゲットがビズウィークの方は B2B のプラス C なので、まあ主にはビジネス相手ですよと。でプラス C なんで、まあカスタマーということで我々も見に行けるのかなというところなんだけども、まあこれ登録すると入場が無料なわけだから、それいわゆるお金払ってねショーを見に行きましょうっていう、この右側のジャパンモビリティショーとはちょっとやっぱ位置づけが違ってて、やっぱ商談の場、あのビジネスの場なわけ。ただその事前に一般の方も登録するといけるのかなっていう感じがプラス C なんでね、そういう感じがしますけども、まあ、こちらそのねちょっと見に行かれる方はちょっと調べてね、行けるといいのかなと。ただお仕事の方がねメインかなというふうに思います。21日の土曜日が特になくて、今日22日の日曜日ですね、スーパー GT 第6戦、スゴーの決勝がございますということで、写真がありますけどね、スーパー GT ね、こちらございますと。であとは F1 シリーズ第18戦シンガポールグランプリ決勝がございますというね、こんな感じの1週間でございました。今週もニュース盛りだくさんでした。以上この1週間の自動車のニュースでした。明日からの1週間も駆け抜けよう、車大好き僕のラジオ。それではエンディングになります。ちょっとあのベルファイアのねあのナビが調子悪くなってしまって地図表示ができなくなってしまったんですよね。あのヘイトヨタっていうあの命令でさ、こう目的地セットしてっていう時に、まあ、急にそのルート検索ができませんっていう風になってしまって、そこから以来ねあの地図の表示ボタンを押してもね画面が切り替わらなくなってしまって、挙句メーター側にもこう地図が表示されるんですけども、メーター側の地図も出なくなってしまって、まあちょっと今日ねこれからディーラーに持ってってね修理かなっていう状況でございます。まああの初期のね車っていうのはいろいろ不具合があるっていうのと、あとナビが全く固まるとかねあの動かなくなるっていうのは X なんか見てて知ってたんで、まあ僕の車は該当してないなと思ったんだけども、まあちょっとこういうねトラブルはまああるんだろうなっていう感じがいたします。あとですね、ちょっと気が早いんですけども、あの、スタッドレスタイヤ、ね、の交換、こちらもディーラーに予約をしました。私、11月の、ね、上旬にね、あの、タイヤ変えようと思っております。あの、ちょっと気が早いかなって感じもされるかもしれませんけども、あの、夏タイヤから冬タイヤに変えるときって結構工場混むんですよね。あの、こう、天気予報に行きだるマークが出てくると、やべえということで、そこまでにね、タイヤ変えないと、本当に車がね、使えなくなってしまうので、みんな焦って、わーってね、こう、駆け込んだりするというので、まあ、時間的猶予がなくてね、混雑するので、まあ、そもそもあまりね、混むのが好きではないし、まあ、余裕を持ってね、今から電話一本入れてさ、何時に行くよって言えばいいだけなんでね、予約をして確保しましたということで、これでね、安心して、まあ、スタッドレスタイヤのね、乗り換えできるかなっていう感じがしてます。まあ、ちょっとナビのね、修理これから行くんだけども、どうだろうね、一日預かられるかもしれませんけども、まあね、ちょっとまあ、結構地図が出ないと不便なもんだなっていうのを感じました。もし、あの、どんな不具合かなって知りたい方は、一応私 X をね、やってまして、まあ、すごくしょぼいんだわ。本当に。月に1回ぐらいの投稿、もっと少ないかもしれないなんだけども、あの、クルーズソフトでね、見てもらえると、出てくると思いますのでね、もし、あの、気になった方は見ていただけたらと思います。今週も聞いてくださいまして、ありがとうございました。また、来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソースでしたー。